本日はこの方、赤堀基幸投手、近鉄バファローです。こちらの映像はですね、1991年、まだまだ背番号がね40番時代のね、ういういしいね、懐かしい時代のものでございます。そしてね、この年はですね、26試合に登板して1勝3敗ね、9セーブの成績を上げるんですね。当時はね、吉井投手とともにですね、リリーフ抑えでね活躍していったわけです。そしてね、翌年92年からね、3年間ね最優秀救援投手を獲得する活躍を見せるなどね、近鉄バファローズのね抑えの切り札としてね大活躍した選手だったわけです。本日はね、この抑えで活躍してきたね3年間のね様子をね見ていきたいと思っております。92年のね映像ではね、懐かしいルーキー鈴木一郎選手の映像があったり、93年ではねオールスター戦でのね活躍のね様子もございますのでね、そちらの方もねお楽しみいただければと思います。背番号もね19番になった1992年、この年はね、最初はね抑えにするのか先発にするのかっていう話だったんですがね、結局吉井のね故障ということもあってね、抑えでねフル活躍するわけなんです。そして赤堀のねピッチングスタイルといえばね、やっぱりストレート速いんですよね。そしてね、縦のスライダー、今のがねその縦のスライダーになるんですかね。そしてね、もちろん横のスライダーもありますし、ストレートのね速さ並みのねシュートボールも投げていたんでね、なかなかね打つのね難しかったと思うんですよ。これがね縦のスライダーですかね。スライダーに関してもね、当時日ハムにね在籍していましたね片岡敦がね、キレがねいいっていうね絶賛してたんですね。そしてね、バッテリーを組んでいたね的山捕手もね、現役時代ね一番印象に残っている投手としてはね、このね赤堀投手をね挙げてるんですよね。なんです、口で説明するのがね難しいぐらい、ね、本当に素晴らしかったって言ってるんですね。そしてね、この年はですね50試合に登板してね11勝4敗22セーブのね成績でね、最優秀救援投手のねタイトルを獲得したわけなんですよ。ただね、10月にはね投球回も、ね、100回を超えてね、残り15回でね3失点以下ならね最優秀ね防御率のタイトルも狙えるということで、なんとシーズン初先発をしてね完封勝利上げちゃったんですね。その当時ね、あ、赤堀が先発、あ、それも防御率のタイトルを取りに先発って思ったんですけれども、まさかね完封するとはね思ってなかったんでね、いや先発ね調整してるわけじゃないからね、それねすごいなって当時ね思ったんですよね。赤堀本人もねこの完封でね先発転向へのね気持ちはね強かったみたいなんですが、ね、チーム事情のためですね、その後ね5年間ね抑えをねやったわけなんですね。まあね、抑えでもねいいピッチャーだったんですけれどもね、これ見てたらねやっぱり先発ね大きく育ってねエースになる器だったんじゃないかなと。おっと、ここで来ました、ダイソールーキー鈴木一郎ですね。出ましたね、字がね。そのね監督が扇さんっていうのもね、なんかね一郎に関してねなんか因縁めいたものもあるかなって思いますね。そしてね、先ほどのね防御率のタイトルの話なんですが、結局ねその後もねまたね6回をね3失点にね抑えてね、最終的にはねなんとね防御率 1.80 でね防御率のねタイトルもね取ってしまったんですね。この年からね3年連続20セーブ以上を上げてね、6年間抑えをやってね、そのうちね5回がね20セーブ以上というわけですからね、やっぱりね近鉄のね抑えっていうとね、ねどうしてもね私はね村長としてねこの赤堀をねどうもね思い出してしまうんですね。当時ね短命と言われたね抑え投手がね3年連続20セーブ以上、そしてね5回の20セーブ以上というのはね立派な成績だと思いますね。そしてね迎えた1993年、この年のねこちらオールスターの模様ですね。まあオールスター出場2回、2年連続ということなんですが、この回ですかね、オールパシフィックリーグのね抑えとしてねこの日ね登板してね、まず対戦しているバッターが阪神タイガース、オマリーです。赤堀のねピッチングフォームってね、個人的にはねとてもね綺麗でねいいフォームだと思うんですよね。ちょっと力入ってるんですかね、なんか力で抑えてやろうっていう感じで、なんかそんな感じですね。さ、やっぱりねこれがねオールスターならではっていうところなんでしょうかね。追い込んでからもね、ほらこれもなんか力入っちゃってますよね。やっぱりねストレートでね勝負したいんですよねオールスターはね。さ、そして追い込んで、やっぱりストレート勝負でセカンドゴロでねオマリーをね打ち取りました。そして迎えるバッターは今日ホームランを打っている中日ドラゴンズの落合です。この対決はねすっごいね見物でねいい勝負なんでね、こっからちょっとね黙っときますんでね、じっくりとねご覧お楽しみいただければと思います。
やっぱりね、落合役者がね、1枚上でしたがね、おっと清原も声をかけておりますね。この日ね、落合これ2本目のホームランになるんですよね。やっぱすごいですよね。まあね、おっとサードコーチャー長嶋さんとタッチですね。そしてね、この年はね、赤堀は6勝6敗26セーブでね、2年連続20セーブ以上を上げてね、2年連続最優秀救援投手にも輝いたとしてね、なんと特筆すべきは防御率 1.52 ですからね、もうね、鉄壁な守護神っていう感じのね、年だったわけですね。そしてね、まあ気を取り直してね、最後のバッターになるのかな、広島東洋カープ、江藤、おっと打たれたのかな。そして最後のバッターはこっちですね、中日の中村武史でしたね。そして1994年、この年もね、抑えとして大活躍してね、45試合で9勝4敗24セーブで3年連続にね、2桁のね、セーブを伸ばし、この年もね、最優秀救援投手に輝いたわけです。なんといってもね、防御率がね、この年もね、1.82 でね、3年連続防御率1点台という抑えはね、まさに見事としか言いようがありません。翌95年はね、13セーブとね、ちょっとね、調子を落としたもののね、96年、97年とね、21セーブ、23セーブとね、またね、2年連続ね、20セーブ以上を上げたわけです。そしてね、大塚がね、こう成長してきたおかげで、やっとね、1999年ね、開幕から先発でということになったわけです。開幕からね、4月はね、2戦2勝とね、快調な滑り出しを見せたんですがね、なんとね、故障にね、見舞われるんですよね。右肘の故障ですかね、それとあと右足首とかね、ちょっと怪我でね、最終的にね、この年の7月にね、肘の手術を受けてるわけです。肘の方はね、良くなったみたいなんですけれども、今度はね、右肩を痛めてね、そしてね、これからのね、6年間ね、まあ赤堀にとってはね、右肩痛との戦いでね、まあ満足のいくね、成績がね、上げられなかったわけなんですね。先発にね、早くに転向していたらとかね、先発でのね、活躍もね、見てみたかった気もするんではありますがね、近鉄バファローズでね、抑えの切り札でね、活躍した赤堀基幸投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。では